アポロ計画でのコアロープメモリの評価サンプル、AGC のコアロープメモリコアロープメモリは、コンピュータのロムの一種である。マサチューセッツ工科大学で設計され、冷オ音が製造し、NASA の初期の火星探査機やアポロ誘導コンピュータで使われた。当時ラムとして使われていた、次期コアメモリとは、対照的に、コアロープメモリ内のフェライトコアは単に変圧器として使われている。 あるコアを通るアドレス線に信号が流れると、同じコアを通るデータ線に信号が生じ、ッ地数の位置として解釈され、そのコアを迂回するデータ線には信号が生じず、これはッ地数の例と解釈される。AGC では、一つのコアを最大64本の導線が通ることができ、小さな空間で多くのデータを格納できるようになっていた。 記憶密度は16ビットワードを単位として、130万1800ワードマイリッポーメートルで、ある。比較すると、次期コアメモリは7万2320マイリッポーメートルだった。カットナー、P、ザロープメモリー、A パーマネントストレージデバイス、プロシーディングスオブザノーベンバー12から14、1963、ホール、ジョイントコンピューターコンファレンスオン XX。 オフィップス 63P45 ドイ10.1145 1463822.1463829ありがとうございます。